リンプリックという素敵なグループにプレライブをやっていただきます。リンプリック、
これスプーンなんですけど、普通にカレーを食べたりするスプーン。でも、はい、いけますけど、はい、それをあの次の曲で、これはアイルランドでは普通のスプーンズっていう楽器として、ちゃんと2個なのでズって、うん、スプーンズっていう楽器として扱われてる。Thank you.
Thank you.
Thank you.
後、では次が最後の曲で、CD の中の1曲目に入っている曲です。
ディープリックどうもありがとうございました。よく CD アルバムが完成したばっかりで、今日はたっぷり持ってらっしゃる。たっぷり。ちょっと限定です。はい。私の主催する岡山スローミュージアムのロゴも入っております。はい。はい、表からは見えないですよ。もういいんですよ。はい。はい。そしたら見えます。一番館にての、キャンドルナイトは今回で4回目になります。で、ゲスト当時ですから、まあ、去年のゲスト当時、今年のゲスト当時になります。何回か来ていただいた方は分かると思いますが、毎回違う表情になります。それがこのキャンドルナイトの面白いところです。基本的には空っぽの時間を一緒に過ごしたいと、そういうイベントでございます。ですからコンサートイベントではないんです。プレライブの今リープリックが一番コンサートっぽかったんですけども、これから8時を過ぎて電気が暗くなってキャンドルの明かりになります。それから後にもし人が入ってくると怪しい秘密結社の会かと思うかもしれませんけども、その中で、段取りが悪いなどと思わないでください。段取りはよくしようと思っておりません。矢継ぎ早に誰かが歌うなどとも思わないでください。基本的には、皆さんが、私たちが一緒に空っぽの時間を過ごそう、これがこのイベントの趣旨でございます。それからお店からドリンク類、食べ物、確かサンドイッチとかシチューもあるんですか、今日は、全てキャッシュオンデリバリーでございます。皆さんのところにオーダーを取りには来ませんので、皆さんがあちらに行ってキャッシュオンデリバリーでお買い求めください。それからイベント中は出入り自由でございます。その時に、入り口で、皆さんにお渡ししているキャンドルナイトストーン、これをお持ちください。これを持っていると何回でも行けると。で、今回は実はですね、18個しかありませんでしたから皆さんには渡ってないんですけれども、苫小牧に住む、タイのプロのデコバージュで使っている、僕はあんまり詳しくないんですけど、のデザイナーが、デザインしてくれたキャンドルナイトストーンが16個あります。だいぶ最初の方の人が出てると思いますけど、はっきり言ってそのまま売り物になるので代物でございます。18個全部が素晴らしいかというと、実はその中で素人の旦那さんが一つ書いてるんです、それはどれか僕は知りません。それから、デコバージョンをしてないキャンドルナイトストーンも、実は今回は苫小牧の浜で拾った綺麗なもの、これを送ってもらっております。で、皆さんの手元にあるものの中で一つだけ当たりキャンドルナイトラッキーストーンがあります。それは後ほど、素敵なプレゼントを用意しております。100万人のキャンドルナイトという、サイトがあってイベントがございました。10年を区切りに一応10年の終わり、そして始まりというふうにサイトは書いておりますけれども、その中に書いてあるものを、ちょっとアレンジして読んでいます。夏至冬至、私たちは国々の文化や社会事情といった人間の都合で決められた記念日ではなく、地球のどこにいてもみんなに共通でやってくる日にしようと思いました。ですからこの一番館のキャンドルナイトも何曜日になろうが夏至と冬至の夜にやります。たまたま冬至の夜が22日が多いので、翌日が天皇誕生日ですか、そうです、なることが多いです。キャンドル、電気を消す代わりにキャンドルを灯してみる。温かいろうそくの明かりの中で過ごす時間は本当に心地いい。ろうそくの薄明かりでスローな夜を、こうしてキャンドルナイトが生まれました。譜面を見なければならない人や脚本を読まなくてはならない人は
ちょっぴり困るけどもどんまいどんまいです。空っぽの時間、普通の暮らしの中から過剰な電飾をなくしてろうそくの明かりで過ごしてみる。あとは自由です。友達や家族といつもとは違う話をしてみたり、ぼーっと世界の未来のことに思いを馳せてみたり、どう過ごすかはあなた次第。スローミュージックや脚本劇が繰り広げられますが、それに集中しなくてはならないなんてことはありません。空っぽの時間を一緒に過ごしましょう。電気を消してスローな夜を。2014年冬至、今夜はどんなキャンドルナイトになるでしょう。さて、始まりです。結構あったかくないですか。それではまず最初はですね、ちょうどリプリックと同様にアイルランドの音楽をやるイーシュというデュオのセッションをお送りいたしますけども、アイルランドセッションがあるんですよね。はい、もう NG をお任せします。先ほど桐山さんの方がおっしゃってられましたが、まあ、アイルランドに行くとパブで最近は仕込みも多いんですけれども、まあセッションこうやって楽器ができる人たちが集まってなんか音楽やってるんですよ。でまあ、大体やってるのが伝統音楽を、なぜか なんでなんですね、伝統音楽をやってますな。あんまりマイケル・ジャクソンとかやらないですけど、やらないでしょ。やらないやってもええのにやらない。で大体古いセッションやってて、でなんか適当に本当はねその辺にこう、まあ、みんな座って演奏者がその辺に座ってなんかその辺に見る人が座ってで誰も聞いちゃいないです。雑談して、わははは、最近牛の世話せな、忙しくてなとかいう話をしてたり、目が悪なってなとかいう話をしてたり、私はそんな雰囲気をここでいっぺんちょっと一緒にさっきの話通りにいっぺんやってみたいと思います。で本当はこれで踊り出す人とか本当はいるんですけど、まあいろいろそんな問題がいろいろあるので、最近足が悪くなでは、そんな感じなので、そんなに本気で聞いたって意味がないコンサーティナービームそしてコビです、はい、2でいいでしょ、時間も時間だし、はいはい、じゃあ、これだよ。
でございまして。っていうか、指が痛いんですけど。ディープリック攻めの場所。ここで思ってた。早いな。それでは、もうこれで最後の曲になりました。長いことありがとうございました。最後はアイルランドでもいろんな地域があるんですよ。北の方は北アイルランドという別の国なんですが、イングランドです。イングランドでグレートブリテン&なんたら王国です。でそこからこっち側がアイルランドになってきて、大きさでいうと北海道ぐらいなんで大した大きさの国じゃないんですけども、それでもやっぱりあの西とか東とか北とか南で、日本もそうですけども民謡はいろんな種類があります。だいたい南行くとゆるいことになってきて、ちゃんちゃら踊ってりゃ、まあ、だいたい裸で踊ってりゃ暮らしていけるわみたいな。アイルランドもアイルランドもそんなにあの狭い国なんでそんな気候変わらないんですけど、やっぱり南に行くとええかげな人が多くて、あの3時ってどこ、何時、3時ってどんなのって言ったら、3時言ったら短い針な3のとこじゃろとか言うような、そういうとこに。すごいお金で、はい、でそこで曲に行くとこんな曲が演奏されているというのを、じゃあ2曲また。タイタニックの映画のダンスシーンでも出てくる曲なので、あって思われる方もいらっしゃるかもしれない。2で、2曲目の方は1、2、3、4でみんなでやって終わる。最初はリーガンではできます。で、打ち合わせをしてやるんですよ、本当に。何回やるのか、3と3とか、2と3。はい。
ありがとうございます。